ポール・デミトリエビッチ・ロマノフスキー入りは、アメリカ合衆国の政治家で、ロシア皇帝アレクサンドル・ニセイの彦。ロシア語名は、パーベル・ドミトリエビッチ・ロマノフ・ウィリンスキー。父・ドミトリー、母・オードリーとポール1928年1月27日、最後の皇帝ニコライ・ニセイの重帝であるドミトリー、パブロビッチ大公の息子として、ロンドンのアメリカ大使館で生まれた。 母はアメリカの女性相続人、オードリー・エメリー。ドミトリー・大公のいとこのロシア定位請求者、キリル・大公により、新たにオードリーとパーベルには、ドミトリー・大公のかつての所領、イリーンスコエに由来するロマノフ・イリンスキー性を与えられた。ロシア提出からすれば、ドミトリー・大公とオードリーの結婚は、本来なら帰遷結婚であったが、キリル・大公は、 パーベルの誕生を記念し、母子に、クニャージの身分に相当する地位を授けて、祝福を与えた。しかし、その後、ドミトリー・大公夫妻の間には、亀裂が生じ、1938年に離婚した。パーベルはオードリーに引き取られ、母と共に、フランスで過ごした。健康を害した、ドミトリー・大公は1930年代には、慢性結核にかかり、 1942年、パーベルが13歳の時に逝去した。1939年、オードリーは、グルジア貴族のドミトリー・ゲオルガゼ公爵と再婚した。母を通じて、アメリカ市民権を取得していたパーベルは、バージニア州のウッドベリー・フォレスト校、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校を経て、アメリカ海兵隊に入隊した。 朝鮮戦争では優秀な戦場カメラマンとして活躍し大佐で退役した。その後1953年にバージニア大学を卒業した。イリンスキーは20年間シンシナティで暮らし、その間母の親族が設立したエメリーインダストリー社の取締役を務めたほか写真家としても活躍した。1980年にフロリダ州パームビーチに移った。 パームビーチ市議会議員を10年務めた後、同市の市長を3期務めた。1999年、健康を理由に市長職を辞職した。イリンスキーは、パームビーチ軍のボーイスカウトに対する顕著な貢献が認められ、パームビーチ発の優秀市民号を贈られた。また、シンシナティにおける活動も検証され、ボーイスカウトで最も名誉とされるシルバービーバー賞を授与されている。 1991年にソビエト連邦が崩壊するとサンクトペテルブルク市から代表団がイリンスキーの元を訪問した。この代表団は当時パームビーチ市会議員であったイリンスキーに対してロシアに帰国していい継承権を主張するように求めたがイリンスキーはこの要請を丁重に誇示している。2004年2月10日パームビーチの自宅で75歳にして死去した。 イリンスキーの生活スタイルは亡命貴族のそれであり、イリンスキーと母オードリーは高層な邸宅を営み、まさにやんごとなき皇族と言えるものであった。また、ホルシュタインゴットルプロマノフ家の出自により、シュレースビヒ公国とホルシュタインゴットルプ家の継承権を有し、ノルウェー王、オルデンブルク博などの継承権を請求することもできた。 1992年のウラジーミル・キリロビチ大公の政居に伴い、ホルシュタインゴットルプ決最長系の男系男子として、ホルシュタインゴットルプ公の地位にあるとみなされ、加えて、スウェーデンの多い継承権も主張できる立場にあったが、イリンスキーはこれらの称号を用いることも継承権を請求することもなかった。2番目の妻、アンジェリカ・カウフマンとの間に4人の子女を設けた。 ありがとうございます。